フォームローラーでの筋膜リリースと呼ばれる方法と、ダイナミックストレッチ。ダイナミックストレッチは、こういう伸ばすストレッチじゃなくて、動かしながらだんだん、動きを大きくとって伸ばしていくっていうストレッチを比較してどちらが効果的なのかっていうのを、試してみたいと思います。でこれをやってみようと思ったのは、海外の文、実験の文を読んで、論文を読んで、比較されたのがあったんですが、ホームローラーストレッチ、ホームローラーでの、リリースと、ダイナミックストレッチを比較した場合、ダイナミックストレッチの方が、直後の、可動域範囲は広がったというのがあったので、実際どうなのかやってみようと思います。で、ホームローラーっていうのは、ストレッチポールを転がしてやる筋膜リリースっていうのは、実際関節が動かないと。でダイナミックストレッチはこういうふうに関節が動くというふうなので、どちらの方が効果的に体の柔らかさが出せるのかっていうのを比較した実験となります。でこのホームローラーを転がしてやる筋膜リリースと呼ばれるものは、ちょっといろいろあるのですが、それは最後に置いといて、実際比較していきたいと思います。それでは今日の実験の成果は、恒例のごとくこのハムストリングスのストレッチ SLR で、比較していきたいと思います。左足は現在この状態で、左足にホームローラーをやっていきます。時間は約2分やって、でそこから、この角度を比較していきます。では、ハムストリングスの、筋膜リリースホームローリングはこの方法でやっていきます。でこう転がしていくんですが、自分の意見としての部分にもなるんですが、単純にゴロゴロと軽快に転がしては筋膜リリースというよりはただのマッサージになってしまいます。で、まあ、この転がす方法で筋膜リリースにいかに近づけるかってなると、しっかり圧をかけてゆっくりと引き伸ばすようにしながら転がしていくっていう方が筋膜リリースに近づくかなと思います。硬いところ、固まったところを伸長させていく、引き伸ばしていくっていう形をとって、筋膜リリースというふうに言えるかなと思います。軽快に転がしたら単純に、この足の温度を高めてるだけ、マッサージになるので、しっかりとこう引いていくときに圧をかけながらゆっくりと降りていく。で、まあ、戻って伸ばしていく。この時にしっかりと圧をかけてゆっくりとやるのが理想的かなと思います。でよく筋膜リリースで足痩せみたいなのはありますが、実際ただこうやって転がしてるだけでも、今見てもらったら分かるように、お尻を浮かせて転がしてます。で前後に動いているので、まあちょっとした運動にはなってるというところで、何もしてない人だとこれをやってるだけでも、まあ今までにない運動をしているので、当然、痩せてくるような形になるかなと思います。なので筋膜リリースの効果で痩せているのけではなくて、体をこう動かしていることで痩せているっていう、痩せているというか代謝が高まるようになって痩せやすくなってくるっていうのが本当の、筋膜リリースで痩せるっていうところが本当のとこかなと思います。なので筋膜リリース効果はあまりないと思っているのが、僕の見解です。それでそろそろ2分経つと思うので、そろそろ2分経つので、さあやって成果を試していきましょう。
体同じ位置だと思うので上げていきます。ね、このぐらいほとんど変わってないんじゃないかなと思うんですが、はい、とりあえず左足の成果はこんな感じです。で、右足を、はい、ダイナミックストレッチしていきます。で、とりあえず右足の、上がり方をちょっと今日硬い感じですね。このぐらいです。で、どのぐらい上がり幅が変わるか試してみましょう。で、ダイナミック、右足のダイナミックストレッチはこの方法でいきます。これだと、そんなに大きく違うところが動かないので、あんまり大きく足を振ったりしたりすると、お尻が、股関節が動いたりとかして違う要素がどんどん入ってくるので、ここだけで比較したいので、今のフロントフリックと呼ばれるストレッ ダイナミックストレッチでやっていきます。これを、まあ1分ぐらいやってみましょうか。結構長いですか。ダイナミックストレッチは大体こうちっちゃい動きというか軽い動きからだんだんこう振りを強くしていくっていうのがダイナミックストレッチのやり方になってきます。いきなり大きく動かそうとするんじゃなくて、小さい動きからだんだん大きく大きく動かしていきます。で、このフロントフリックはこっち側の振り下ろした時は脱力した感じで OK です。で、これ実験の論文には、ダイナミックストレッチの方の時間が書いてなかったので、読み間違えてなかったのですが、時間が書いてなかったので、大体、まあ、1分ぐらいやっとけばいいんじゃないかなと思うので、これでいきます。それではちょっと比較してみましょう。それではいきます。わからない。こんな感じです。ちょっと後で、比較してみたいと思います。感覚的には、ダイナミックストレッチはちょっと覚えたかなという気がしなくもないんですが、はい、ということで、パッと動画を撮りながら見た感じだとあんまり有意差が出なかったかなという感じがしたんですが、上げやすさっていうのは体感的には、動的ストレッチ、ダイナミックストレッチをした後の方がちょっと上げやすい感じがしたかなと思います。で、この筋膜リリース、フォームローリングの方は、他の実験でも、ストレッチ、普通の静的ストレッチ、スタティックストレッチと比べても、静的ストレッチと筋このフォームローリングを比べた場合、どちらの方が可動域が、足首の可動域が上がったかっていう実験でも、フォームローラーの方がそんなに可動域が上がらなくて、普通にストレッチは多分可動域が上がったっていう実験があります。で、最も効果があったのはフォームローラーをやった後に筋膜、ストレッチをやった分ですね。だから筋膜リリースをやって筋肉を再教育したっていう形になるので、このパターンが一番効果が高いかなと思います。で、単純にさっきも、フォームローラーを転がしながら言ったんですが、単純に転がしてもマッサージにしかならない、頭だけっていうので、まあ、頭の部分柔らかくなるっていうのが簡単にやったフォームローラーの筋膜リリースかなと思います。少しでも筋膜リリースっていう風に近づけようと思うと、しっかり圧かけてゆっくり、筋肉と皮膚をこうずらしていくような感じで、ずっとこうずらしていくような感じで転がしていくっていう方法を取った方がより筋膜リリースの効果が出るかなと思います。で、しっかり筋膜リリースっていうのをやっていこうと思うと、他のマッサージを紹介するときの動画でも言ってるんですが、大きく転がして温めた後にその間に硬いところを探して、硬いポイントのところを小刻みに揺らす
この方法が、まあ、転がす方法でいうと一番筋膜リリースになります。で固まったこう一面の筋肉が固まってこう段差ができたような感じに縮こまっているところを振動させることでこう伸ばしていくことができるので、そうすることで筋膜がスムーズに動きやすくなってきます。でそこでそのままやった後に、筋肉を動かしたり、ダイナミックストレッチとかみたいな感じでスムーズに動ける状態の時に動かして、こうやって動くんだよっていうのを筋肉に再教育することで、より効果が高まるということになります。なので、ウォーミングアップなんかだとダイナミックストレッチとかをやった方が、筋膜リリースよりはダイナミックストレッチなんかをやった方がいいかなと思います。ただ、筋膜ローラーでこのフォームローラーをやった後に、スクワットとか、いろんな筋トレ系とか、安定性を測るエクササイズとか俊敏性を測るエクササイズをすると、数値が上がったっていうのもあるので、これ多分体が温まったことによりウォーミングアップが済んだような状態になったんだとは思います。それは、ダイナミックストレッチとか他のものとは比較されてなかったと思うので、それだけの効果だったんですが、準備運動ウォームアップにはダイナミックストレッチがおすすめです。で足のダイナミックストレッチとかをやってる動画もあるので、ね、概要欄もしくはこの辺りにリンクを貼っておくので、よかったら見てみてください。ということで今日はこれで終わります。チャンネル登録、動画の高評価、コメントですね。